はい、ゲゲゲの鬼太郎のフェイスタオルの話。ゲゲゲの鬼太郎のフェイスタオルの話。昔ちょっと出先でですね、あのコンビニに行ったんですね。そのコンビニは用のある場所からまあまあ近いんだけども、一度も行ったことないようなコンビニね。少しだけねルートと外れてるので、あることは知っていたんですが、そこはあんま入ってなかったんですね。うん、ちょうどそこ通るときはたまにしか通らなかったりとか、あとお昼時ではなかったりね、中途半端な時間だったりとか、いろんなことがあって、まあコンビニがそこあるなっていうのは知っていたんだけども、まあ、特に入ってなかったと。ある時ですね、これはいつまでも入らない、パターンだなと思って、まあ、1回ぐらいは、ね、入ってなんかおにぎりでも買っとこうと思ってパッと入ったわけね。で入ってはいいですけども、ご飯時でもないし、なんか目的あって入ってるわけないから、何も買うものはないわけですよ。おにぎり買おうかなと思ったけど、別にお腹もあんまり空いてないし、じゃあお菓子かなと思って、雑誌って言ってもあんまりね、でお菓子だなと思って、お菓子だったらまあ今すぐ食べなくても後から取っといて食べれますから無駄にはならないだろうということでですね、お菓子コーナーに行ったらですね、なんか鬼太郎の、ゲゲゲの鬼太郎の、水木しげる鬼太郎の絵の描かれたキャラクターのお菓子が置いてました。大きさはね、スマホぐらいの大きさで、いわゆる食玩とかいうものですかね、おまけメインのお菓子、多分なんかガムかラムネかなんか入っていて、でメインはそのおまけで、おまけは何かって言ったらフェイスタオルなんですね。フェイスタオル、小さい赤ちゃんが使うようなハンカチというかフェイスタオル、折り紙ぐらいの大きさの正方形の、多分正方形のフェイスタオルね、それがおまけで、それがメインなんですね。でまあそんな高くないし、それとあとお菓子少し買って、でそこ出たわけですね。でようやくここで買い物できたと思って、それで家帰ってですね、こう鬼太郎のねフェイスタオルお菓子を開けるわけです。でそのフェイスタオルのには、ね、種類があって、何種類があって何が出るか何が入ってるか分かりませんよという、まあ要するにガチャみたいな感じで、よく食玩でありますよね、コンプリートしようみたいな。でコンプリートする気もなかったんだけども、その鬼太郎のフェイスタオルのお菓子を開けました。中になんかガムかねラムでかなんか入ってて、フェイスタオルを開けてみるとですね、目玉の親父、はい、目玉の親父のフェイスタオルだったね。私はラッキーと思って、ですごいこういいなと思って、鬼太郎の、おまけが目玉の親父っていうのは一番いいですよね。まあ、鬼太郎も悪くはないんだけど、目玉の親父のインパクトがありますからね。逆にこの粉気じじいとかでは、ちょっとあれかなみたいな感じ、猫娘でもちょっと外したかなみたいな感じ、やっぱり鬼太郎の目玉の親父が、まあ、当たりなんじゃないかなと思って、でいいなと思って、でそのフェイスタオルもいつの間にかねどっかに消えましたけども、その当時は、すごいいいなって思った印象があるんですね。ずっと残ってですね、鬼太郎のグッズ、フェイスタオルですけどグッズがコンビニでね安く買えるという、はい、まあそういえば鬼太郎のグッズってあんま売ってないんですよね。まあ行くとこに行けばあると思うんだけど、その辺では売ってないと、ですからね、まあそういうコンビニで手軽に買えるのはいいなと思ったし、出たのが目玉の親父だったんでなおさらいいというね、当時はねすごく嬉しかったというね記憶が残ってますね。